どうもショッピーです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。僕は普段物は少ないんですけども、その持っているものをブラッシュアップしたりとかメンテナンスをしたりっていうことをやっていて、それを動画でシェアをさせてもらっています。で、その動画に対してもっとこうした方がいいですよとか、もっとこうなったらもっと良くなりますよっていうアドバイスだったり、まあそういうのをいっぱいいただいてます。で、それやりたいなって思っていたんですけども、ただなかなかできずにいたので、今回それをちょっとまあ2、3個ですけどもまとめて一気にやってしまいたいなというふうに思います。はい、じゃあまずはこちらのパソコン周りに関してシェアをさせてもらいます。これは前の動画でクラムシェルモードにしましたっていうことをシェアさせてもらいました。で、クラムシェルモードって何かってちょっとわからない方はぜひネットで調べていただきたいんですけども、僕の場合はこのパソコンからこの USB Type-C ケーブルを使ってこのモニターに映し出してます。ただこのモニターからこのパソコンにつないだ時にこのパソコン充電されません。なのでちゃんと電源アダプターを返してこのパソコンを充電しなければいけないんです。でなるとこのハブが使えないんです。でなんでかっていうと USB Type-C のポート自体はここに1つ、そしてここにもう1つあるので、なので例えばここを充電させといて、でモニターはここにつなげば映し出されるのかなと思ったんですけど、残念ながら映し出されないんです。こんな感じでシグナルが検出されませんって出てしまいます。で視聴者の方はせっかくならこうハブをこのパソコンに挿してこのクラムシェルモードにした方が SD カードだったりメモリだったりいろいろさせて便利なんじゃないですかっていうアドバイスをいただいたの で僕も確かにこういうふうにやりたいなと思ってました。なので今回こちらの HDMI ケーブルというものをちょっと買ってきましたので、これでちょっと使ってみたいと思います。で今こういう状態になっていて、まだモニターに接続されていないんですけども、 HDMI ケーブルをつないだ USB ハブをこのパソコンにドッキングとすると、はい、つながりました。で今これどういう状況かっていうと、視聴者の方からアドバイスいただいたこのパソコンの画面とこのモニターのデュアルモニターという状況です。なのでこうデザインなんかやるときっていうのはこのデュアルモニターを使いながらこう便利になんか動画の編集とかはできそうです。でもちろんこのパソコンを折りたたんでモニター1台だけでこのクラムシェルモードを使うっていうこともできます。で今これ USB ハブがつながっているので、まあ、もちろん充電もできますし、あとこれは光回線のルーターから引っ張ってきたイーサーネットケーブルですね、これを挿してもう本気の MAX の通信速度でこのネット環境ができるということで、これはかなり改善されたと思います。専門的なカタカナ言葉を並べてちょっと難しくお話ししてしまいましたけども、僕もこのモニターを来た時は、まあ、もちろん元 SE なのである程度のことは知っていたんですけど、でも詳しい設定方法とか自分で実際やったことがなかったので、今回視聴者の方からアドバイスいただいてネットで調べながらやってでやったら本当にもうめちゃくちゃブラッシュアップできたので本当にありがとうございます。はい、続いてこちらでございます。これは2、30年前に製造された、まあ、今では価値はあまりないんですけども、のヴィンテージもののバイクです。で、前はここら辺にこうステッカーがいっぱい貼ってあったので、そのステッカーをとりあえずもう全部断捨離しましょうっていうことで動画を撮らせてもらいました。でも近くで見ると、こうシールを剥がした跡が結構いっぱいついちゃってます。そこで視聴者の方からソルベントっていうものを使えば一発ですよっていうコメントをいただきまして、一発だったらじゃあ使ってみようということで買ってきました。なんかシール跡が目立ってきました。なんかめちゃくちゃ手ごわいなこれ。よし、じゃあ次の手段です。これは食器用中性洗剤です。
まだ若干シール跡は残ってる気もするんですけど、でもつるんと光沢が現れてくれました。で最後に、これは別に視聴者の方からアドバイスをいただいたっていうわけではないんですけども、この床のワックス掛け、これ結構ずっとやりたかったんですけど、なんかやれずじまいでモヤモヤしていたので、今回これを使ってワックス掛けをしていきたいと思います。という感じでやってみましたけども、いかがだったでしょうか。こうやりたいなって思いながらもそれができていない状態が続くって、こうすごいなんかモヤモヤが残るわけなんですけども、今回こうやって動画を撮るっていう名目で、なんかやりたいなと思っていたことがささっとできたので、なんかすごい心がスッキリしました。そうなので、まあこの動画を見ている方で、なんかまだ終わっていない、やりたいものがあるんだけどまだ終わっていないものがある、でモヤモヤしてるってなった場合は、ぜひその未完了のタスクをサクッと終わらせて、なんかスッキリしてもらえたらいいななんていうふうに思います。はい、ということで今回もちょっとでも面白かったで、参考になりましたと感じていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。